さあ今日は渡辺康さんですね。黄昏の渡辺康、線路に腰をかけて最高最高ですね。今日今ちょうど感じでね、あの蒸し暑くなってエアポートがあって、うん、ここ電車が走るところ、うん、最高に黄昏の中、そう今何ですか、もう8時に15分前ですけど、まだ、うん、まだ明るいね。明るいです。さあ僕は7月の7日にここからですね、日本に向けて飛んでいくんですよね。あの向こう飛んでいってますけどね。はい、僕もこんなちょっと座ってみるわ。ちょっと僕も座りたい。ちょっと座ってみる。どんな感じですか。こんな感じで、なん向こうをバックにして、いいな、高知に帰るんだ、この土曜日に。そう1ヶ月も1ヶ月、いいな。僕なんか貧乏暇なし、女なし、もう寂しい人生、寂しい1ヶ月ですかね。伊藤さんはいろいろなファンがいていいですね。1ヶ月行きますけどね、嫉妬しちゃうな。伊藤さん、じゃあ今日は僕のおごりで、またうん、おごりで、ありがとうございます、うん、また行きましょう。あの例によって94か95、僕の例によってレストラン行きましょう。黄昏の西田渡辺、何を思うのか。腰に帰りたいな。腰に帰りたい。いいな、ヒロさん、もうあと4日ですか。はい、こっから飛び出すんですよね。そうですね、こっから行きます。アメリカンエアラインと日本航空で羽田ですか。まず JFK 行って羽田行って、でそれで高知ですね。ですね。刺身がうまいだろうな、カツオのたたき。いや、カツオのたたきよりもカツオとあのニンニクのスライス、これ最高やね、うん、それとうなぎ。そう、うなぎも食べたいですね。うなぎはね、だいぶ少なくなってきてるみたい。いや、空港近くの替え頼むうなぎとかカリカリしてうまいんですけどね。土佐林町で焼いた金春とかいうなんかうなぎはもう、ほら高知うなぎうまいっすから。はい、ほら行きますか。行きますか。はい、¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias. Aló. ¿Qué? ここもシルバーパレスに続くような形でいいですね。そうですね、まあ、会話はそれほどまで汚いですけど、美味しいですよ。
昔10年くらい前はよくサウスビーチのあそこのダイナーに行ってましたけどね、イレブンスダイナーに行ってましたけど、そこはちょっといまいちなので、こっちに来るかな。ジェット機もあります。ジェット機じゃないです、第二次大戦ぐらいの飛行機もあります。 Hi, welcome, how are you?さあ、私もこれステラーをオーダーして、渡辺さんはバードライトですね。じゃあとりあえずそして渡辺さん乾杯しましょう。はい、乾杯。イエス。最高。じゃあヒロさん、はい、おごってくれてありがとうございます。そうなんや、はい、言ってみただけ、僕払いますから。小舟に乗ったつもりで、ヒロさんが行くときは大舟ですから。ああ、小舟で、小出しで出ました。ああ、小出しで、小出しで行きます。昨日も僕のあれはどうですか、美味しかったですか。美味しかった。ビデオまだ入ってるんで。それとあとはあの炊き込みご飯、あのカツオの炊き込みご飯と、美味しかった、美味しかった、ありがとうございます。あの大根の味も良かった。美味しかったですか。あれカツオの何分しか入ってますから、生節と大根の節とでポン酢です。まあヒロシェフにそういうそこまでいただけるとなんか恐縮です。美味しかった、美味しかった、本当にありがとうございます。じゃあまたゲストで呼んでください。あの今度は寿司懐石料理またお願いします。And then I feed you. She feeds you. She makes you coffee, tea, ice cream. Oh, she will make Rebecca. She said next time he comes, our purpose is there all the meals so you can make him red pudding. How much? And you have asked notice. プライムリブと、フレンチオニオンスープ、ね、あとピーランパイとこういうのもやったんですけども、本当に美味しかったです。これはどうも今日はありがとうございました。いや、とんでもない。ヒロさんの場合はもう一桁違いますからね。もう大船ですから、まあ、この小船が10回ぐらいでヒロさんの大船に1回ぐらい乗させてもらうっていう、そういう感じですね。まあ、福岡全体のジョーズソンクラぐらい、まあ、けど一昨日チャイナのシルバーパルシーのやっていただいたので、まあ、けどまた来ましょう、うん、ありがとうございます。今度また懐石、今度は寿司懐石の方、大船でやりますが、大船で、はい、渡辺さん、はい、今日は何を作ってます？お好み焼き。お好み焼き、いや、これはパンケーキですかね、ジャパニーズパンケーキ。ヒロさんの YouTube でお好み焼き やったことありますかね。いや、ないね。あ、あるある。YouTube ではやった。店で。店で。うん。いや、これも。これはもう家庭料理 の、 定番というか。定番。大阪スタイルですかね。大阪スタイルで。うん。ぜひともみんなやってほしい、ね、やってほしいです。これ絶対外国人が好きなんですよね、うんうんうん、日本人。最近たこ焼きとかお好み焼きは流行ってきちゅうで、はい、うん、フラワーとその山芋の粉と、うん、もうこういうの、うん、あるのあります。これスーパーマーケットで買えるのね、はい、それで卵を入れて、うん、粉を入れて、うん、それでキャベジキャベジね、それで卵2個入れて、うん、であとは僕は今回エビもちょっと入れてました。エビね。それとあとはベーコン入れます。あ、ベーコン、うん、ベーコンはちょっと後で、うんうん、まあヒロさんに教わりながらやってます、うんうんうん、
渡辺さんのところで髪の毛の見たね、これかなり。いや、まあ侍にみたいな髪の毛にしようかなと、うん、そのうち10月に、ね、高知に帰るたら、まあ、帰る前には切らないかんでしょ。そうですね、まあ、日本に お母さん怒る気ね、うんうん、日本あんまり長いのはダメだ、うんうんうん、まあ、けどこのお好み焼きなかなか最近食べたことないという。食べたことどんなもんか、うん、うまくなかったら吐き出してください。ちょっと粉がちょっと足らんことない。いや、こんなもんでしょ。そんなもんでいいかね、うん、と、これに書いてますけど怪獣、うんうん、ちょっと粉もちょっと入れた方がいいかな。もうちょっと使った方がいいかもしれんね、うん、ちょっとキャベツ入れすぎたかな。けど6枚入れろって書いてましたから、うん、わかりました。じゃあ適当に、はい、まあ、これは家庭料理焼きをね、うんうん、そういうふうにこう、やるのがええのよ。うん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 、うん、まあどうなることやら。そう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 、ヒロさんに抑えながらやってます。今日はね、渡辺さんの家に来てます。今度ブリッケルのもうビールもう日本飲んだ。もういや、日本飲んだんですか。日本ビール飲んだ。今日はこれですよ。今日見てください、皆さん。これ皆さんどうですか。はい、はい、こんにちは。もうビール2本飲んでるヒロテラダです。何を飲んでますか。モデロっていうやつと、うんうん、もういい感じになってます、うん、じゃあ今日はお好み焼きと、お好み焼きとそう豚汁を作ります。豚汁、うん、豚汁なのこれ、はい、何が入ってるの。これ何が入ってます。これキャロット、オニオン、そう山芋と山芋ね、うん、それとあとごぼうか、ごぼう、それとあとは今日は、ね、高知、2人とも高知出身で、うんうん、これやってヒレカツオ、カツオの飯ね、はい、はい、これはどうですか。いや、これ見たことない。食べたいですか。食べてみますか。食べたい、はいはい、食べたい。もうなんや作りますね。じゃあこれでいきますんで、はい、渡辺さんも毎日ご飯作るよ。いや、まあ、夜は毎日作ってますね。作ってる、はい、いろいろと自分で創作料理作って、うん、それを今度創作料理をビデオに YouTube にアップしてほしいですけどね。渡辺のチャンネルに。ああ、こんなもんでいいですかね。もうちょっと粘りがあった方がいいですかね。もうちょっといい、けどもうちょっと言うとあんとキャベツが焦げんかね、うん、じゃあもうちょっと水とあれを入れますかね。水と粉を入れてもうちょっとカナマさんと焦げそうな感じがするけど、キャベツちょっとよく入れたね、うんうん、ここにすり甘いも入れたら美味しいで。いや、もうこれすでに入ってます。入ってんですよ、すべて。これお好み焼きの素ですから。お好み焼きの素、お好み焼きが美味しいよね。お好み焼きが美味しい。日本行って食べますか。食べる食べますよ、うん、ちょっと水、はい、お水ちょっと足して。さあ、そしたら鉄板の上にお好み焼きが乗ったらまた、はいはい、ね、見ないといけないです。そうですね、はい。フリップオーバー。フリップオーバーして、渡辺さん。ワン、ツー、トリック。うん。多分ダメだな、これは。ダメだな。ツー、スリー、オッケー。オッケー、オッケー。はい。上手やな。